12月3日、スペインで第43回バレンシアマラソンが行われ、男子は主レ連マエチオピア、が世界歴代4位となる2時間1分48秒で優勝を飾った。世界記録は、男女マラソン世界歴代充血をチェック。5000メートル、1万メートルの世界記録保持者で、今回のブダペスト世界選手権1万メートルでは3連覇を飾り、 初のマラソン挑戦となったジョシュア・チェプテゲーウガンダや元トラック王者で41歳のケネニサ・ベケレ、エチオピアが参加するなど大会前から注目を集めたレース。5km を14分28秒、10km を28分55秒とハイラップを刻み、20km は57分24秒で通過。 中間点を世界記録を上回る1時間0分35秒で折り返すと先頭集団はチェプテゲイやレンマなど8人に絞られた。だが、その直後にチェプテゲイが苦しくなり集団から脱落。その後はレンマがレースの主導権を握り、30km ではダビッドウィット・オルでエチオピアやハーフマラソンもと世界記録保持者のキビオット管理へ。 ケニアが食らいついたものの 35km にレンマが仕掛けるとあとは独走状態にレンマは 35km から 40km までを14分31秒とややペースをなまらせたものの残りの 2.195km は6分36秒でカバーこれまでの自己記録2時間3分36秒を2分近く更新し史上4人目の2時間1分台ランナーとなった 今月33歳を迎えるレンマは21年ロンドンマラソンの優勝者。20年には東京でも2時間4分51秒で3位に入っている。日本の ND ソフトに所属するアレクサンダー・ムティソー、ケニアが後半に順位を上げて2位。昨年のこの大会でマークした自己記録を18秒を上回る2時間3分11秒でフィニッシュした。 3位は2時間3分48秒でウォルデが続き、中盤は第2集団でレースを進めたベケレが2時間4分19秒で4位。40歳以上の世界最高タイムをマークしている。一方のチェプテゲーは後半に大きく遅れて2時間8分59秒の39位。マラソンデビュー戦は苦しいレースとなった。女子はウォルクネッシュデゲファー、エチオピア、 だ世界歴代7位の2時間15分51秒で優勝。2位のアルマズアヤナ、エチオピアも2時間16分22秒と世界歴代8位と好タイムでフィニッシュしている。